新正弘監督は兵庫県出身の62歳。倉敷高校の前身、岡山日大高校3年だった1978年に初の全国高校駅伝出場を果たすと、1994年に母校の監督に就任しました。その後は3度の全国制覇に導き、45年連続出場となった去年の大会では大会記録を樹立するなど、およそ30年の監督生活の中でチームを全国屈指の強豪に育て上げました。退職について新監督は、3回目の全国制覇を機に世代交代した、今後は後任の中本監督をバックアップして倉敷高校の連覇を目指したいとしています。